こんにちは、ヤマンゲロです。今回は群幕キャンプ心霊部隊として最強心霊スポット力丸ダムへ突撃します。力丸ダムでは過去に様々な事件や事故が起きました。1979年11月15日、暴力団会長が自分の妻に保険金をかける。3000万で雇った男性が会長の妻を車に乗せ、力丸ダムに突っ込み殺害しようとするが、飛び込んだ際の衝撃が強すぎて、男性も暴力団妻と共にそのまま亡くなってしまいました。1989年7月23日、場所は中間市内。当時24歳の男が、ナンバープレートが外れおると言って1台の車を止めます。車外に出ようとした女性を押し倒し気絶させます。そのまま男性は運転席に乗り、力丸ダムへ向かいます。男性は女性を恥ずかしめ、証拠隠滅のため殺害、雑木林に遺棄して逃走。その後、逮捕。1992年1月30日、力丸ダムの東南端の湖底から軽トラックが発見されました。車内には白骨化した男性の遺体があり、自殺が濃厚だそうです。1994年9月22日、3人の男性が女性との交際をめぐるトラブルから被害者を呼び出し暴行、力丸ダムに連れて行き、吊り橋から突き落として殺害しています。ダムの横にある慰霊碑の裏には何人かの名前が刻まれています。昭和40年と彫られているので、ダム建設中に殉職した方々だと思われます。自殺の名所ってあるじゃないですか。例えば、橋とか、はい、一番最初に死んだ人がですね、ずっとループしてるんですよ。その飛び降りた瞬間っていうのがですね。ああ、自殺する人って繰り返してるって聞きますね。はい、思いっていうのがですね、ずっと残るんですよ。それにたまたま行った人が、はい、それに釣られて死ぬんですよ。で、そこでずっと何にも何にも死んで、あそこはよく死んでる人がいるから自殺の名所になるとかが結構聞きます。自分はそういう感じですか。はい、じゃあ今日行くようなところは、はい、そういうのはない。なんかありそうですよね。ありそうですか。はい、ダムとか行きますよね。行きます。結構やばいじゃないですか。自殺してるんですもんね、そこのダム。はい、そうそうそう、結構やばいんじゃないかな。連れて帰りましょう。その連れて帰るというのがないんですよ、多分。ないですかね。ないです。ああ、この場所で飛び込む可能性が、はい、あるのかなと思います。ああ、じゃあもし僕飛び込みそうになったら止めてください。はい、わかりました。お願いします。樹海とかああいうのもあるじゃないですか。はいはい、あれ全部なんか地盤が緩んでるらしいんです。コンパスがアホになるって言いますよね。はい、あれがなんか引き寄せるっていう、なんか幽霊じゃないんですけども、はい、そういったなんか時期とかがなんかあるのかな、影響してるというなんか。あるかもしれないですね。満月の時って引力がめっちゃこうあるじゃないですか。はい、魚とか産卵するっていうじゃないですか。で、人間も性犯罪率がめっちゃ高いらしいんですよ、その日は。磁場がおかしいとこってそういうのもある可能性ありますよね。あります。それはあります。生理もあれですよね。28周年。ああ、生理も月ここで下ネタに帰ってきましたね。ね、なんかそれがちょっと月のなんかあの陰なんか陰謀に絡んで、幽霊っていうあれっていうよりもなんか自然のなんかこのなんていうんですか、このなんて俺もよくわかんないですけど、波長、波長、そうそうそう、なんかよくわかんない、僕も絶対わかんないですけど、そういうのが関係してるのかなと思うんですよ。月やったり、その海も沈むじゃないですか。はいはいはい。干潮になったり満潮になったり。干潮満潮？干潮満潮。やばいの出しましたね。実際多分いないんですよね、多分。霊は？そういうのもなんかそのあれで関係して見えてるのかもしれない。じゃあちょっとそれを今日検証しましょう。あの辺まで掴みたいですね。あいた。流れ。何これ。帰っていいですか。ヒラちゃんが作った、何ですか？ボロネーゼです。いただきます。僕の作った料理、こうも、ね、うん、うまいっすね。最高。こんな、うん、うまっ、うん、うん、うまい、うまい、うまい、最高っすね。最高ですね。うん、どうですか、自分で食べてみて。うまいっすね。これやった甲斐がありましたよ。それ関係ないですよ。焼きビーフンできました。いただきます。うん、
うまっ。あ、麺ばっかりです。あ、いいです。今日麺、さっきもそういえば麺だ。いただきます、うん、どうぞどうぞ。うん、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 食いながらうまい。わかります、わかります、わかります。ベロに当たった瞬間、うん、食いながらうまかった。ああ、よかった。カリオフォークで掴み取る。ああ、痛いっすね。はい、下で転がしてた。プリプリですね。ああ、よかったっす。ビンビンでした。ビンビンです。教師ビンビン物語ですか。はい、エロ元です。エロ元先生。ああ、いってください。そう、体重が入ってるんですか。はい、うまっ。うまい。あ、よかったっす。いいっすね、これ。ティラさんの後やけん、ちょっと、しもれたら言えないですけど。言ってください。はい、あ、液体出た。はい。今日何入ります？今日、オープンで。ああ、じゃあ、来てから。現在8時半過ぎでございます。これから怖いスポットへ突撃します。楽しみですね。何か映るのでしょうか。最近は月何回しこります？10回ぐらい。キラちゃんと阿部健と、はい、ゆうちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。行きましょう。見ましょう、はい、力丸ダムの花ホテル跡ってどこになるんですか。とりあえず力丸ダムに向かいますね。了解です。お願いします。久々っすね、なんかこういう感じの。もう本当にちゃんと見たいっすもんね。ちゃんと動画に映したい。ちょっと誰か僕の足首掴んでます。なんか心霊動画って、だいたい1箇所ぐらいしか行かないじゃないですか。はいはいはい、まあ、行っても2箇所。今日3箇所ぐらいありました、ね。はしご。赤い橋もあるし。はい。はしご。今日がっつりなんか取り憑かれて帰るみたいな感じじゃないですか。いいっすね。取り憑かれに行きましょう。取り憑かれに行くんですか。はい。俺地味編の霊に取り憑かれたいんですよ。内田裕也だったらどうするんですか。内田裕也。僕昭和アイドルみたいになってるんですよ。ユッティみたいな。ユッティみたいな。ユッティみたいな。若ち子、若ち子じゃないですか。まあちっちゃいことは気にしてられないですね。力丸ダムに到着。車で到着した。ああ、着いた。車の振動で部屋が出そう。今我慢してます。出さないですか。そこ。いや、出さないです。あの、みんな死んだら困るけ。いいっすよ、ガスで。ここは昭和40年7月にできたらしいっすよ。え、57年前ってことか。なんか真ん中あたりまでちょっと手前ぐらいだったんですけど、なんかちょっと違うっすね。こういうとこいいやん。お、なんか生活感あるな。あー、なんか施設みたいな。なんすかね。ないっすよね。その姿見たと怖いでしょうね。何も音聞こえないですけどね。普通に水の音しか。こっちがダムで水溜まってるんですかね、右手が。あー、あっちが管理棟っすか。力丸ぬうなき管理棟。へー、そうですね、ビッグネーム2つ並んでる。ほんとっすね。
こっちとこっちに道がありますね。どっちの方が怖そうっすか？雰囲気。やばい、なんか聞こえる。左側の道を3分ほど歩きましたが、何も出なそうだったので引き返しました。怖いですよ、これ。真っ暗。すぐボケるんすよね、なんかめっちゃ。何もいないっすよね。他の3人は声が聞こえない離れた位置にいます。自殺した人ってお気づきになられただろうか。女性のような声が聞こえた気がしたのだが、礼儀正しい霊の声だとでも言うのだろうか。もしかしたらこう飛び降りを繰り返してるかもしれないですよね。映ったらいいんですけど。奥が見えない感じが怖いですよね、雰囲気。誰かいますか？誰かいますか？あそこのなんかライトアップしてあるのないの？階段があるな。出た出た。降りれるんですね。何もいないっすね。誰かいますか？誰かいますか？明かりがいっぱいついてるから怖い雰囲気がそこまでないっすね。全然やっぱ暗い方が怖いっすね。気づいたんですけど、はい、こっち身を投げるっつったらこっち側じゃなくて、はい、こっち側なんですよ。あ、なんでわかるんですか？すぐそこが湖なんですよね。はい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 。これ15メーターぐらい。飛んでも生きれるじゃないですか。生きれるかも。こっちがやばいんですよ。よし。こっちがほら、見えるかな。あー、見える。死ぬ死ぬ死ぬ。こっち死にますよね。死ぬ。ただですよ。はい。これ下一直線じゃなくて、滑り台的な感じ。急な滑り台みたいなコンクリートあるじゃないですか。だからもしここ飛んだとしたら、あのコンクリートにガーンって一回当たって滑り落ちて、下でドン。じゃないですか。
そっちや。こっちですよね。はい。前編はここで終了です。何も取れていないと思っていましたが、声のようなものが入っていて助かりました。あなたにはどう聞こえただろうか。はい、すごい嫌な感じします。花ホテル跡。はいはいはい。ここに行こうと思うので。お願いします。多分これが釣り橋。あ、多分そうですよね。ですよね。はい。渡れないみたいですけど。ああ。ちょっと行ってみましょう。ここに行きましょう。誰かいますか。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。